はい、こんにちは。今日はプライヤー付きマルチツールで有名なレザーマン、そのレザーマンのフラッグシップモデルチャージプラスの特徴だったり、それから19個あるっていうふうに言われる機能、それから他のモデルとの違いを紹介したいと思います。チャージプラスはこれレザーマンの代表作、世界で一番売れているプライヤー付きマルチツールウェーブプラスの、これを基本としていくつかの機能をグレードアップさせた商品になります。2つの違いは今度ちょっと比較動画で詳しくは比べてみようと思うんですが、簡単に言うとまずちょっとここのデザイン、ここで終わってるウェーブとこっちまで巻き込むグリップになっているチャージプラス、ナイフの形状は一緒なんですが素材がグレードアップしてます。波場の先っぽにカッティングフックが付きました。ランヤードリングやビットキット、ポケット付きのケースが最初から付属していること、それ以外の機能に関してはサイズも素材も大きな違いはなく、単純に少しだけグレードアップといった感じです。チャージプラス自体の進化はもともとあったチャージ AL アルミニウムですねっていう商品から、ここ他にもプラスってつくとそうなんですけど、ここのワイヤーカッターが変えられる取り替え式になったことと、それからさっきもちょっと紹介したこの波場のところに、ここですね、ここにカッティングフックがついた部分が進化しました。チャージにはこの他レザーマンのフラッグシップであるチャージ TTI とそれに次ぐ機能を持ったチャージ G10 があります。それぞれ違いは G10 がナイフの素材が S30V に進化していること、 TTI はそれに加えてプライヤーの先端側にクリンパーがついたことです。あとはグリップの部分が、チャージプラスはここがアルミですね。アルミといってもちょっと特殊なアルミで強度が非常に強いものになっているそうなんですが、 G10 の方はガラス繊維入りの特殊樹脂、 TTI の方はここがチタンになってます。あとちょっと気になるのがこのハンドルの部分のアルミの塗装なんですけど、これ人によってこれがアルミ自体だとかラバーがついてるとかっていろいろ言う人いるんですけど、実際はこれアルミの表面に塗装されてます。実際は電気吸着してると思うんですけど、塗装されていて見えるかな、私どもここの部分少しすでに擦ったところ剥げちゃってます。で、日本で丁寧に使ってる人たちでそんなにハゲハゲになってる人は見たことないんですけど、アメリカの eBay とか見ると結構ここが傷だらけだったりとか、この縁の部分が全部剥げてますとかっていう人もいるので、その色の変化には注意が必要かもしれないです。まず付属品から紹介したいんですが、これオプションで普通にウェーブとかにもつけることできるんですけど、ポケットクリップとランヤードリングが最初から付属してます。こういったケースに入れて運ぶ人は問題ないんですけど、このままちょっとポケットに引っ掛けたいなとかっていう時に、ここの隙間っぽく見えてるところ、ここをロックを外しながら差し込むと、これでこのままポケットに引っ掛けることができるっていうのがポケットクリップ。同じ要領でここの部分にリングをかけて、紐だったりとかワイヤーだったりフックをここに通すっていうのがランヤードリング、この2つが最初から付属をしています。ちなみにランヤードリングなんですけど、さっきこのランヤードリング差し込んでたのと対角線上になんかこうカーブした部分があって、これ実はなんかあんまり知られてないみたいなんですけど、この隙間のところに細いものをグッと差し込んで引っ張り出してやると、実は最初からここにランヤードリングらしきものがついてます。ここでもいろいろワイヤー引っ掛けたりとかフック引っ掛けたりすることができます。あとは
後でちょっと紹介しますが、こういったビットドライバー、これ外せる交換式になってるんで、これが本来アクセサリーを買わなきゃいけないんですが、ビットキットが最初からこれ穴はあるんですけど、最初からちょっと本数少ない、7本ですね入ったもの、まあ、日本でよく使うようなタイプになってるんだと思うんですが、が付属してきます。こういったアクセサリーが最初からついてくるっていう意味があると思うんですけど、これがチャージの純正のケースなんですけど、まずこれ、こっちがウェーブの純正のケース、本体のサイズは全く一緒なんですけど、ちょっと大きなサイズのポケット付きの収納ケースがついてきます。これによって、これはちょっと付属してないんですけど、こういったオプションを こんな感じでケースに一緒に収納して、しまうことができるようになってます。ちなみにこっちがチャージ付属の収納ケース、こっちがナイロンケースポケット付きの M、 別売りでレザーマンで購入したものです。で、パッと見はサイズも何もかも一緒に見えるんですけど、実はよく見るとこのビットキットを入れるポケットが奥に一つと、これ手前も何かがこう入れられるようにチャージの方はなってます。こっちナイロンケースポケット付きの M は奥はちゃんとゴムで、まあ、収納できるようになってるんですけど、手前はここは開かないです。レザーマンの工具は基本的にはこうちょっと中を開けて、この中からこうやって工具が出てきて閉めて使うような形になってます。外にあるとポケットに入れてる時にこのままここから出てきちゃったりして危険だっていうとこから始まってるみたいなんですけど、今発売されてるカールだったり、それから、リーバーとかっていうのはこの形状をとってます。で、ただこのチャージとかウェーブっていうのはそれでもやっぱり閉まったまま使える機能の方が使いやすいっていうことで、いくつか外側に機能もついてるタイプになります。ウェーブやチャージは全ての機能にロック機構がついていて、例えば外側のこのナイフとかはカチッと、今ここですね、これがライナーロックになっていて、これが開いた時にこうやって止まってナイフが閉まらなくなります。こうやって使ってる時にナイフがガッと畳まれてしまって指を怪我するとかっていうことがないように、外側の4つの機能には全てライナーロックがついています。で、中側の方は今度はここでロックがカチッとかかるようになっていて、この状態では折りたたむことができなくなります。これもやっぱりここを押しながら畳むとロックが解除されます。で、ただちょっと気をつけなきゃいけないのが、これを出していてもう一つの機能をこうやって出すと、このロックが浮いて解除された状態になるので、出しててもう一つがちょっと浮いた状態になってるとロックが解除されてしまう可能性があります。それからもう一つあまり知られていないロック機能として、ここにポッチがあるの分かりますかね。このポッチが普段はここで止まってるんですけど、これを開こうとするとぐーっと上に浮いてきたの分かりますかね。これが飛び出してきて、要はナイフがこうやって出る状態なのが、少しこう開くとナイフがこれで出なくなります。フライヤーに展開している最中にナイフが開いてしまうとかっていうのを防ぐ機能もついています。レザーマンの機能数19ってどこがどれなのっていうくらい結構細かく分かれてます。で、それ全部ちょっと19個紹介すると、この先っぽの部分、ここがニードルノーズプライヤーになります。
でこの手前の部分、ここがボルトとかを掴むっていうことでレギュラープライヤーで、刃の方に行くんですけど、この平らな部分が、これがワイヤーカッター、この奥のちょっとへこんだ部分、へこんでる部分がハードワイヤーカッターになります。で、あと実はこれ、ここの部分ちょっと丸っこくなってるの分かりますかね。実はちょっと丸っこくなって出っ張りがついていて、ここがケーブルとケーブルをジョイントするときとかに潰して使うエレクトリカルクリンパーっていう機能がここについてます。本来はここまで展開しなくても、ちょっと展開してここの機能って出せるんですけど、開きっぱなしの方が説明しやすいので、開いたまま次こっちの内部の機能を説明します。まず片側、ここがラージビットドライバーです。これはさっき言ったように、ここを抜いて付属のビットキットから六角だったり違う工具を探して差し込んで使うことができます。でこの隣にあるのが、これ実はこれ1個で3つの機能を持ってます。これ全体が缶切りになっていて、同じ部分で栓抜きの役割もしています。でここがワイヤーストリッパー、電線のケーブルを抜くときにここでキュッと引っ掛けて抜くっていうワイヤーストリッパーがついてます。反対側は手前からこれマイナスドライバーの M です。マイナスドライバーはさっきの、ビットドライバーでもマイナスドライバーはあるので、マイナスドライバーって言うんですけど、これこう例えばペンキの缶をこうやってこじ開けたりとか、何かをこうやって削ったりスクレーバーの役割とかで使うようなものになります。でその横にスモールビットドライバーですね。これはこれ反対がマイナスで、こっちがプラスになっていて、まあ、プラスの方だとメガネのつるの部分をこれで調整したりとかっていう精密ドライバーみたいなものがついてます。で最後ここの脇のところに、これがハサミになります。こんな感じでビュッと展開してハサミが出てきます。でただこのハサミ正直かなり小さいんで、こう紙を切ったりとかそういった役割には非常に厳しいと思います。糸を切ったりとかそういうレベルのハサミだと思った方がいいです。であとしまったりするのが、これ結局このまましまえるんじゃなくて、ぐっと展開してしまうような形になるので、まあ、一応ここ刃ついてるんで気をつけながらしまわないといけないような形になります。今度は展開させないでも使える外側ツールを紹介します。外側ツール、特にナイフとかは指1本でビュッと出せるようになってます。これがスグハナイフです。でこれよく見るとここに 154CM っていうふうに書いてあります。ウェーブとかのナイフの素材は 420HC っていう素材で、まあ、一般的なステンレスなんですけど、まあ、この 154CM っていうのは少し高級なナイフとかにも使っているような、まあ、対摩耗性に優れていて切れ味が長持ちしますっていう、少しいい鋼材の使われたナイフがついています。ちなみにこの取り替え式のワイヤーカッターも 154CM が使われています。ナイフの反対側、ここにはノコギリがついています。まあ、親指よりもちょっと太いくらいのものだったらこれでカットすることはできます。まあ、小さい割には意外と切れるかなっていう感じはします。裏側に行って、ここに波輪がついてます。でこの波輪は 420HC を使ってます。でこのグレードからのモデルチェンジとして、ここですね、ここで紐みたいなものを引っ掛けてクッと引っ張って切るっていうカッティングフックっていう機能がついてます。でこのカッティングフックも一つの機能として数えてるみたいです。なのでこれの分だけウェーブよりも1機能多くなって19機能っていう風になってます。
で、その反対側がヤスリですね。こっち側がダイヤモンドコーティングヤスリ。私結構アウトドアで爪を傷つけちゃったりするんで、その時に削ったりに使ってます。あとはナイフが、まあ、どうしても現地で切れ味が悪くなってしまった時に少し軽く研いでやったりします。こっちは木工鉄工のヤスリになります。最後19個目の機能なんですけど、ここに一応確かにメモリがついていて、ここですね、ここにメモリがついていて、これが定規として使えるということらしいです。で、一応これをキュッとくっつけた状態で端から端まで20センチになるので、この状態でどのくらいの長さかっていうのを測ります。まあ、正確に測るようなものではないんですけど、例えば魚を釣った時にだいたい20センチだねとかって、そういうのを確かめるようだと思います。いかがだったでしょうか。正直これを家やガレージで本当に工具として使うことっていうのは正直あんまないと思います。正直言ってやっぱ一つ一つの機能っていうのは専用の工具に比べると使いにくいところはあると思います。ただチャージは最初からこういったビットキットも付属してますんで、まあ、本当はこの辺アクセサリー買い足すとよりいいと思いますけど、こうやってポケットに入れてチャージ一つ持っていくとアウトドアとか出先で役に立つこともあると思います。